これより会議を開きます第186回国会本院提出参議院送付社会保険労務法の一部を改正する法律案を議題といたします趣旨の説明を聴取いたします森英介君森君 ただいま議題となりました社会保険労務省の一部を改正する法律案について提出者を代表してその提案の理由及び内容の概要をご説明申し上げます近年企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い個別労働関係紛争が増加しており以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められています現在社会保険労務省のうち 紛争解決手続き代理業務試験に合格した特定社会保険労務士が、個別労働関係紛争について、厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理等の業務を行っております。社会保険労務士はこれまで、裁判外紛争解決手続きの利用の促進にも大いに寄与してきたところでございます。こののような代理業務の範囲拡大は 国民の利便性を高めるものと言えます最近社会保険労務士制度を取り巻く状況は大きく変化しており労務管理などに関する訴訟審理において社会保険労務士がその専門知識を活かして見解を陳述できるようにすること等が要請されていますこのため社会保険労務士の活用を促進する観点から所要の措置を講じることとしこの法律案を提出した次第であります 以下このの法律案の主な内容についてご説明申し上げます第一に厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおいて特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価格の上限を120万円に引き上げることとしております。第二に社会保険労務士は事業における 労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険処方令に基づく社会保険に関する事項について裁判所において補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができることとするとともに社会保険労務司法人が当該事務の委託を受けることができることといたしております第三に社員が一人の社会保険労務小人の設立を可能としております なおこの法律は、一部の規定を除き、交付の日から、起算して、9月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由、およびその内容の概要であります。何とぞご審議の上速やかにご可決あらんことをお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました 本案,の本案につきまして、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。第186回国会、本院提出参議院総付社会保険労務司法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって 本案は原案の通り可決すべきものと決しました<手>どうもお諮りいたしますただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長にご一人願いたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます よってそのように消しました厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めますこの際お諮りいたします本件調査のため本日参 政府参考人として、警察庁刑事局組織犯罪対策部長、木下隆君、財務省大臣官房参事官、岸本博史君、文部科学省スポーツ青,年青少年局長、久保公人君、厚生労働省医薬食品局長、神田裕二君、および社会援護局、 障害保険福祉部長、藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか、ご異議なしと認めます、よってそのように決しました。医薬品、医療機器等の品質有効性および安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案。 起草の件について議事を進めます本件につきましては、高取修一君ほか6名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党、次世代の党、みんなの党、および日本共産党の7派共同提案により、お手元に配布いたしましたとおり、医薬品・医療機器等の 品質有効性および安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として、決定すべしとの道義が提出されております。提出者より趣旨の説明を求めます高高取取一君君 自由民主党の高取一でございます私は医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の基礎案につきまして、自由民主党、民主党、無所属クラブ、維新の党、公明党、次世代の党、みんなの党、および日本共産党を代表して、その提案の趣旨および内容の概要をご説明申し上げます。危険ドラッグは 心身に重大な悪影響を及ぼす毒性を有する薬物であります。使用者本人に死亡や依存症などの健康被害が生ずるのみならず、その家族も苦悩の淵に沈むことになります。さらに、幻覚等の症状に陥った使用者が引き起こした犯罪や交通死亡事故に巻き込まれた、何の落ち度もない幼い子供を含む犠牲者は後を絶たず、 ご遺族の悲しみは計り知れません。一方、危険ドラッグの売買で、法外な利益を手にする悪質な業者がはびこっております。危険ドラッグを、我が国から一刻も早く根絶しなければならない、そのために実行ある対策の整備が急務であるとの思いは、与野党共通のものであります。本案はこうした状況に鑑み、危険ドラッグによる保険衛生上の危害の発生の防止等を図るため、 所要のののの措置を講じようとすするもででその主な内容は次のとおりでありあます第一に厚生労働大臣、または都道府県知事の検査命令及び販売等停止命令の対象物品に指定薬物と同等以上に精神毒性を要する蓋然性が高いものである疑いがある物品を加えるとともに販売等停止命令の対象行為に広告を加えること。第二に厚生労働大臣は 販売等停止命令の対象となった物品のうち、その生産および流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装等から見て、同一のものと認められる物品の製造、輸入、販売、広告等を禁止できること、また厚生労働大臣、または都道府県知事は、これに違反したものに対して、違反行為の中止等を命ずることができることとし、 命令にに違反した者に対するる罰則を設けること第三に厚生労働大臣、または都道府県知事は、指定薬物および無承認医薬品の広告禁止規定に違反した者に対し、違反行為の中止等を命ずることができることとし、命令に違反した者に対する罰則を設けること。第四に厚生労働大臣、または都道府県知事が、知事は、プロバイダー等に対し、指定薬物等にかかる、 違法広告があるときは、その情報の送信防止措置を講ずることを要請することができること、また、プロバイダー等が送信防止措置を講じた場合において、情報の発信者に生じた損害については、その措置が不特定のものに対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、プロバイダー等は賠償の責めに任じないこと、第五に国及び地方公共団体は、指定薬物の 薬物のの乱用の防止に関する国民の理解を深めるための教育および啓発に努めるものとすること。第六に国は指定薬物等の薬物の乱用の防止および取締りに資する調査研究の推進に努めるものとすること。第七に厚生労働大臣および関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の乱用の防止および取締りに関し、必要な情報交換を行う等。 相互に連携を図りなななながらら協力しなければならないこと第8に、国および地方公共団体は、指定薬物等の依存症からの患者の回復に資するため、相談体制、並びに専門的な治療、および社会復帰支援に関する体制の充実、その他の必要な措置を講ずるものとすること。なお、この法律は、交付の日から起算して、20日を経過した日から施行すること。 以上が本起訴案の趣旨及び内容であります。何卒速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。本起訴案について発言を求められておりますので、順次これを許します。松本潤くん。松本くん。おはようございます。 自由民主党の松本淳でございます危険ドラッグ対策の強化を目的とした法案につきまして質問をさせていただきますがたくさんの質問を用意をしてきてしまいましたのでどうぞご答弁は簡潔にお願いを申し上げたいと思いますまずはじめにこの現状についての確認をしたいと思います警察署にお伺いをします 危険ドラッグの関連した事件の発生状況は、ここ数年、どのように推移しているのか、えー、検挙件数、検挙人数とともに、死亡者数についてもご答弁をいただきたいと思います警察庁、木下組織犯罪対策部長。 危険ドラッグにかかる本年の検挙状況でありますけれども上半期におきましては128事件、145人でありましたが 10月末現在で508事件、589人に上っておりまして、研究事件数、人員ともに大幅に増加をしているところでございます。また、本年中に都道府県警察における警察活動の中で、危険ドラッグの使用が原因,原因と疑われるものとして把握した死亡事案につきましては、10月末現在で99人でございます。委員長松本純君 危険ドラッグ対策の強化のために、旧薬事法が3度にわたって改正をされております。これによって、危険ドラッグの取り締まりが一層進んできているものと考えておりますが、所持や使用の自販を検挙するためには、迅速な鑑定など、取り締まりに資する調査・研究の推進が重要であります。そこで民主党の同議提出者 山井和則議員に質問をいたしますが、今回、取締りに資する調査・研究の推進を改正案で新設されているのは、どのような趣旨なのか、お尋ねいたします山野井和則君。松本委員にお答えを申し上げます。この危険ドラッグ根絶の戦いは、一言で言いますと、いかにいたちごっこをなくすか。 このことに尽きると思います。取り締まっても取り締まっても、いたちごっこで新しい新製品が抜け道で作られてしまう。そしてその検査に要している間に、多くの毒性の強い危険ドラッグが売られて、事件や事故が起こる。このいたちごっこをいかに取り締まるか。そのためには、指定薬物の指定や、現場での取り締まりを迅速化させるため、例えば、 より効率的に包括指定を行うための手法や、精神毒性があるかどうかを簡易に迅速に検査するための手法など、調査研究の推進に努めるものとする旨を規定で設けさせていただきました。今回、この法改正によりまして、大きな前進が図れると思いますが、危険ドラッグ業者と、そして私たち国会との、これは戦争であると思います。 危険ドラッグを吸った方、またそれによる事件で、多くの方の尊い命が奪われておりますので、危険ドラッグ業者とのこの戦いに必ず勝たねばならないと思っております、以上です。松本淳君。さて、今回の改正法案では、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する、蓋然性が高いものである疑いがある物品を、お検査命令や販売等の停止命令の対象に加え、 対象の拡大をすするとしていますそこで自民党の道議哲者、高取修一議員にお尋ねいたしますが、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する概念性が高いものである疑いがあるとの判断は、どのようになされることになるのか、お尋ねをします高取修一君。お答えいたします。 指定薬物と同等以上に精神毒性を有する、外然性が高いものである、疑いがある物品かどうかにつきましては、過去に指定薬物が検出された物品の形状、包装、名称、販売方法、 商品種別から類似性があるかどうかを現場で総合的に判断することになると考えております。具体的には、例えば危険ドラッグの販売が疑われる店舗等において、過去に指定薬物が検出された物品と同一の製品とは認められないものの、それと形状、包装、名称等が類似の物品を発見した場合について、検査命令および販売等停止命令の対象とすることを想定をいたしております松本淳君。 改正法案では、検査命令を命じられた者に対し、広告停止命令をかけることができるとしておりますが、引き続き高取議員にお伺いしますが、広告停止命令を新設したのはどのような理由なのか、お尋ねします高取秀一君。 現在、店舗に加えまして、インターネットを利用して危険ドラッグを入手しているものが多いという状況を考えますと、 インターネット上の危険ドラッグ広告に対し、迅速かつ実効的な対策を講ずることが不可欠でございます。そこで改正案は、精神毒性を有する疑いがある物品として、検査命令、販売等停止命令の対象となった物品について、販売等停止命令と合わせまして、その対象者に対し、広告停止命令をすることができるようにすると。 それと同時に、その物品が広域的規制の対象物品となったときは、その物品の広告を全国的に規制することといたしました。これにより、インターネット上の広告について、疑いの段階で規制の対象となるものが大幅に増え、迅速かつ実効的な取り締まりを行うことが可能になると考えております委員長松本淳君。 販売店に販売停止命令をかけた場合、命令にかかる物品のうち、生産および流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状などから見て、同一のものと認められる物品の製造や広告を禁止することができると規定しています。 維新の党の同義提出者であられます伊坂信彦議員に質問をいたしますがその生産および流通を広域的に規制する必要があると認めるとはどのような場合を想定しているのかまた販売停止命令が全国一律化することによりネット販売業者の取り締まりも含めて どのような効果が期待できるのかお尋ねしています伊坂信彦君お答えをいたします 現行の薬事法では、検査命令、それから販売等停止命令、これを出せるのは個別の店舗ごとということになっております。その結果、あるお店である商品に中止命令をかけたとしても、他のお店での流通を止められないではないか、こういう指摘に対して、今回、広域規制を導入をいたしました。この趣旨に鑑みますと 販売,停止販売等停止命令が出されれば、これは原則として広域規制の対象になるものと考えております。 またその効果ですけれども、先ほど申し上げましたように、検査命令、販売等停止命令が出された物品につきましては、まず全国的な流通を阻止することができる、また昨今、起こっておりますのは、あるお店で現行法で中止命令をかけたとしても、お店の名前を変えたり、経営者を変えるだけで、 これはもうまた別のお店ということになってしまって、平気で同じ商品をまた売り出している、まあ、こういうことが起こっているわけであります。こういうことがきちんと阻止できる、また今回、広告禁止と相まってです、ね、プロバイダー等への削除要請もできるようになりまして、特にネット販売業者に対して、一層積極的な取り締まりを行うことが可能になるというふうに考えております。以上です。 松本君現在の法規制では指定薬物の広告制限を規定し違反した場合には罰則がかかっていますこれに加えて改正法案の第76条の7-2の2の第1項では広告規制に違反した者に対して広告の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りると 足りる措置を取るべきことを命ずることができると規定しています、えー、高,高取議員に伺います広告の中止命令について規定した理由はどのようなものかまた公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置とはどのようなものを想定しているのかお答えください高取周一君お答えいたします 現行法のように指定薬物および無承認医薬品の広告を行ったものに罰則をかける、いわゆる直罰でございますが、この場合、指定薬物および無承認医薬品であることや、故意の立証。 が問題となり、捜査に結びにくい、結びつけにくいという問題がございました。そこで指定薬物及び無承認医薬品の広告を行っている者に対し、広告の中止命令を出して、その命令に違反した者に罰則をかけるという、いわゆる間接罰とすることによりまして、こうした立証の困難さを解決し、捜査機関が動きやすくするようにしたものでございます。お尋ねの公衆衛生上の危険の発生を防止、防止を 発生を防止するに足りる措置というのは、例えばです、ねえー、危険ドラッグの広告の回収、これはインターネットのサイトの削除等でございますが、えー、こういうことを考えております松本淳君、えー。改正法案では、指定薬物等に係る違法広告のプロバイダーに対し、厚生労働大臣は、都道府県知事が送信を防止する措置を講ずることを要請することができるとし、 プロバイダーが指定,薬指定薬物等の違法広告について、送信防止装置を講じた場合において、情報の発信者に生じた損害については、賠償の責めに認じないと規定しています。背景にはインターネットによる違法な広告が氾濫していることがあると思います。そこで公明党の道議提出者、古谷典子議員に質問いたしますが、プロバイダーへの削除要請、 プロバイダーの面積規定を新設した理由はどのようなものかまたどのような効果が期待できるのかおたお伺いします古谷紀子君委員ご指摘のようにインターネット上における危険ドラッグの広告の判断は目に余るものがありますインターネットを通じて容易に危険ドラッグを入手できる現状を踏まえるとこうした広告を なくくしててていいこととは危険ドラッグ対策において極めて重要と考えますそのため、日本法案におきましては、プロバイダーが厚生労働大臣等から要請を受けた場合等に、違法な危険ドラッグの広告を削除しても、責任は問われない、このことを明確化することとし、これにより、プロバイダーによる自主的で適切な措置を支援することとしております。ここれらの規定を設けることにより プロバイダーによる危険ドラッグ広告の削除を行う取り組みがより一層進むことが期待をされます。松本淳君改正法案では、不足の第3条に指定薬物等の依存症からの患者の回復にかかる体制の整備について規定しています高取議員に質問いたします。 相談体制、専門的な治療および社会復帰支援に関する体制の充実、その他の必要な措置とは、具体的にどのようなものを想定しているのか、お答えください高取修一君。お答えいたします。相談体制の充実というのは、例えば、依存症患者に対する精神保健福祉センターにおける公的なサポート体制の充実。 充実や相談支援を行っている民間団体の職員の研修などを指しております、また専門的な治療に関する体制の充実につきましては、例えば依存症患者の治療拠点となる医療機関の整備などが考えられます、社会復帰支援に関する体制の充実とは、例えば依存症患者の家族へのケアを強化したり、社会復帰支援を行っている民間団体との連携の強化などが考えられます。委員長 松本淳君、えー、改正法案の第76条の11では、指定薬物等の薬物の乱用の防止のための教育および啓発の努力規定が新設されており、特に児童・生徒のような年齢の若い時期からの教育や啓発が重要であると考えます。 学校保健安全法により、小学校、中学校、高校には学校薬剤師を配置することになっており、学校の環境衛生検査や薬教育などとともに、これまでも薬物乱用の防止に関する啓発活動に取り組んでいると承知しております。そこで文部科学省にご質問いたたしますが危険ドラッグののの乱用防止のための 教育や啓発に、学校薬剤師をこれまで以上に活用していくという考えはいかがでしょうか文部科学省、学校における危険ドラッグの乱用防止のための教育啓発に関しましては、学校薬剤師や警察職員などの専門家の方々の協力を受けまして、薬物乱用防止教室など、 によりましてが、が児童生徒に対する正しい知識の普及、健全な価値観や規範意識の醸成に取り組んでいるところでございます。平成25年でおける薬物案や教室の講師としての学校薬剤師の活用状況は、中学校で2 4 4%、高高等学校で16%と、麻薬取締,取締官 5B などの他の職種と比べても高い割合となっておりますほか、この開催回数自体5年前と比べまして5年前の6割から現時点で8割と開催回数も大きく増加してきております。今後とも危険ドラッグの活用危険性について正しい理解の周知徹底が図られるよう学校や薬剤師などの専門家の活躍促しつつ。 危険ドラッグを含む薬物乱用防止教室を一層実施してまいります。松本忠君、えー、ありがとうございます。えー、広いろご質問をさせて、えー、いただいてまいりましたが、まあ本年6月24日に池袋で発生したあ自動車死亡事故はあ危険ドラッグの恐ろしさと悲惨さを改めて社会に知らしめることとなったと思います。 その後も危険ドラッグが原因とみられる事故が多発しておりまして、また危険ドラッグの販売店や製造所の摘発も増加しているということでございます。このような大変心配される状況の中にあって、改正法案がまさに時期にかなったものと思うところでございまして、その結果が出てくることに期待をしたいと思っているところであります。 特にこの規制ということになりますと、えー、例えば同じ成分であって、それを成分が同じだから違法だと取り締まれるのかなと思うと、実は例えば、麻薬のリン酸ジヒドロコデイン、これは100倍酸に薄めると、これは劇薬になります、さらにそれは薄めて一般薬として、咳止めの薬としても使われておりまして。 成分だけ見れば全く同じものであるしかし、方や麻薬であり方や一般薬であるというそんな位置づけもあったりまたその昔でありますが覚醒剤として使われていたメタアンフェタミンこれについても構造式がエフェドリンと極めて似ているだからだめなんだというと方や覚醒剤方やこれは 飼育空き缶紙の薬として使われているものであって、大変重要であります、それだけにその成分を見極めて、そして犯罪を立証していくということは、なかなか難しいことだろうと思いますが、そういった困難を乗り越えていただいて、この対応を、方に当局は頑張っていただきたい、そんな期待もしているところでございます。まあ、今までの議論などを通じて え最後にえ塩崎康久厚生労働大臣に、この改正案を受けて、今後どのように危険ドラッグに取り組んでいくのか、そのお考えと決意をお伺いしたいと思います塩崎厚生労働大臣。えご審議をいただいております本法案改正案につきましては、危険ドラッグの撲滅に向けて、与野党が本当に真摯に、 検討、ご協議をいただいて、取りまとめていただいたものでありまして、我々としても本当にそのご努力に改めて心から敬意を表したいというふうに思っているところでございます。中身につきましては、すでにいろいろとお話ございましたけれども、特に指定薬物と同等以上に精神特性を有する蓋然性が高いものである疑いのあるものへの規制対象の拡大、あるいは検査が命令、 販売等停止命令の広域化を通じて、危険ドラッグの機動的かつ実効性のある取締りが可能となるとあるいはインターネット対策についても、これまでにも増して、検査命令、販売等停止命令の対象となったもの、物品の告示を行うことで、全国的に広域的な広告禁止になるために削除要請の対象にできるサイトが大幅に増えると、あるいはプロバイダーへの削除要請、 削除を行ったプロバイダーが、損害賠償責任を負わないということに関する規定が整備されるなどによって、プロバイダーが違法な広告を行っている危険ドラッグの販売サイトを削除する取り組みが一層進むものだというふうに考えております。水際対策についても、陸揚げ時に税関で行われる検査で、精神毒性を有する疑いがある物質が検出されれば、 税関から連絡を受け、厚生労働省が検査命令及び販売等停止命令をかけることができるようになる、そしてまた関税法では、他の法令によって輸入に関して検査等を必要とする場合には、検査等の完了を証明し、その確認を受けなければならないために輸入を許可しないことができるようになる、等、ま、々、あ、ですね、新たな仕組みが導入されることになりました。つきまししててはは厚生労働省としては 本法律案が成立した暁には、これまでの措置を、これらの措置を最大限に活用することによって、危険ドラッグの撲滅に向けて取り組んでいかなければならないというふうに思っているところでございます。松本淳君。以上で質問を終わりまます。ありがとうございました。次に伊佐伸一君。以上 伊佐君おはようございますす、えー、公明党の伊佐一です、えー、この危険ドラッグにつきましては、この国会の中でも累次、審議が重ねられまして、参考人質疑も行わさせていただきました、この参考人質疑の中である参考人は、これはもうテロ行為だという言葉をおっしゃっておりました、無関係の人々の命が奪われていくんだと、テロ行為なんだと、もしそうであるなら、我々国会は徹底的に、この危険ドラッグに対して戦っていかなければならないと。 そう思っておりますこの危険ドラッグ、今まで新しいものがどん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 出てくると、この規制をかけてもかけても、また中身を変えて、また名前を変えて、このいたちごっこが続いてきたと、このいたちごっこをどうするのかと、そういう意味では、今回のこの法案は、このいたちごっこの今の状況に対して、まさしくこの強力な一撃を加える、そういう法案ではないかと、そう思っております。そこででままず提案者であります古谷議員に お伺いしますこのいたちごっこの状況を脱して、危険ドラッグをしっかりと取り締まっていくという、この今回の法案のポイントについて、ご説明いただければと思います古谷紀子君。伊産委員、これまでも青年委員会の一人として、薬物依存対策に取り組んでこられたことと思います。えー、拡大すするる危険ドラッグの対策を強化するために自民 公明で危険努力対策の与党案を取りまとめましたそこに野党の皆様のご意見も盛り込んだ形でこの度法案を取りまとめたところでございます今回の改正案ではまず捜査命令販売停止命令の対象について現行の指定薬物である疑いがある物品に加えて指定薬物と同等以上に 精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品を追加し、その範囲を拡大するとともに、販売等停止命令の対象行為に広告を追加し、その範囲を拡大しています。また、現行薬事法の捜査命令や販売等停止命令については、店舗ごとの規制であり、個別に命令をかけても手の店舗で流通を止められない問題点がありました。この問題を解決するために 販売等停止命令の対象となった物品と、名称形状、包装等が同一と認められる物品について、全国的に販売等を禁止することができることとしました。その上で、この禁止に違反したものに対し、その行為の中止,め中止等を命じ、この命令に違反したものに罰則をかける、いわゆる間接罰の仕組みを設けています。 次に、無承認薬品や指定薬物の違法広告については、これまでの直罰に加え、より捜査機関が動きやすくなるよう、広告収支命令をかけ、その命令違反の罪を問う、いわゆる間接罰を問える仕組みを設けました。さらに、プロバイダーの削除要請の根拠規定を設けるとともに、削除を行ったプロバイダーが損害賠償責任を負わない旨を明確化する規定を盛り込んでおり、 プロバイダーが厚生労働大臣等による削除要請等に応じて、違法な危険ドラッグの広告を削除する取り組みが一層進むことが期待をされておりま委員長、<上>伊沢俊一君。えこうしたこ,のこれまでにないさまざまな新しい取り組みというのが今回盛り込まれたと、あとはこれをどうやって本当に動かしていくのかと、実効性を持たせていくのかということが大事だと思います。その実効性の話の前に、もう一つ、この水際対策。 についいいいてて確認をさせたただきたいと思いますこれまでこの危険ドラッグというのは、その海外からその多くが、その原材料が輸入されてくると、で輸入されてくる中で、この原材料というのは、そもそもこの,あの危険ドラッグの形というよりも、その材料が輸入されて、まさしく粉末状であったりとか、流状であったりとかと、でこれを国内で例えばこのハーブに染み込ませるとか、さまざ、あ、まな加工をして、 あの危険ドラッグとしてて売られていた状況がありましたこのそもそものこの水際対策、どうやって止めていくのかということですが、今までであれば、海外からこうした化学物質が運ばれてくると、まず税関がそれを検査をすると、チェックをすると、でもしこの化合物、化学物質が指定薬物なら、禁止されている指定薬物だと分かれば、同定されれば、輸入はできませんということで、不許可になっていました。でところが指定薬物には 当てはまらなかったけど、これ、いかにも疑わしいなと、怪しいなと、新型のものかもしれないなと思ったとしても、これもし、この輸入する側が、いや、これこ、れ工業用ですと言ってしまえば、これ以上調べられなかった、そのまま怪しいものであっても、水際をすり抜けて国内に入ってきたと、こういう状況でした、今回の法案、この水際対策というのが、じゃあ、どのように変わるのか、再び古屋議員に伺いたいと思います。古屋君 一ご指摘のように、水際対策が非常に重要だと思います。えー、今回の法改正によりまして、えー、捜査命令および販売、輸入等停止命令の対象に、えー、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品、えー、が追加をされました。そのような物品が発見をされた場合には、当該物品に対して、えー、捜査命令および販売、輸入等、 停止命令をすることとが可能となりますこの点、改正前には、検査命令及び販売、輸入等停止命令の対象が、指定薬物である疑いがある物品とされているために、陸上げしたときに、税関で行われる検査で指定薬物でないことが判明した場合には、 あ検査命令等がかけられず、輸、え、入、ー、の許可をせざるを得ませんでした、堂々と入ってきておりました、しかし、えー、今回の法改正によりまして、税関で行われる検査で指定薬物が出ないことが判明をしても、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する、蓋然性が高いものである疑いがある物品であればあ、検査命令をかけることができるため、えー、関税法の規定によりまして、指定薬物に指定されるまでの間、 輸入,の輸入の許可が出ず、えー、かつ指定薬物に指定されたあとは、輸入を不許可とすることができるようになるため、より強力に水際で、えー、国内流通を防止することができるようになると考え,考えております、えー。いずれにしても税関、また厚労省と関係省機関がしっかり連携をして、水際対策を行っていくことが重要と考えます以<上>伊沢慎一君。 今までであれば、この疑いがあるものでもすり抜けてたと、それが疑いがあるものは、しっかりと一度検査命令をかけて、止めおくことができるということになりました、その上で、少し財務省に一点質問なんですが、これ、この疑いがあって、それがその検査をした結果、精神毒性があると、これ、新たに指定薬物として指定しなきゃいけないと、つまり輸入できませんとなったと、果たしてこの輸入できなくなった化学物質がどういう扱いを受けるのかと。 いう点ですあのこれ、これまでもそうだったんですが、税関で検査をすると、で疑いどころかそもそも指定薬物だったとしても、指定薬物として禁止されてるものだということが分かったとしても、これ、実は輸入は許可しないけれども、実は没収はできなかったと、そのままあの没収はできないと、なぜかというと、これ、禁制品になってないからと、輸入禁制品に危険ドラッグはなってないということです。でつまり 指定薬物に、指定薬物であったり、あるいは指定薬物として検査の結果、指定されたとしても、結局これ、わざわざ、この受け取り人に対して通知をすると、通知をして、そしてこの発,信発送元に送り返しますよとか、あるいはこの同意を得なきゃいけないと、同意を得てから初めて破棄できると、こういうような状況になってました。これ、こういう状況ですと、当然、摘発される心配もないわけで、 で業者にとったら、今伺った話では、この危険ドラッグが検査されて、検査されている状況でも、この堂々と税関に、いつになったら一体届くんだという抗議の電話まであるというような状況と伺いました。そこで、今回、このさらに実効性強化していくという意味では、この指定薬物を金製品にしていく、輸入金製品にするという考えもあると思いますが、いかがでしょうか財務省、岸本大臣官房参事官。 答え申し上げます輸入禁制品への追加というご指摘でございます。関税法上の輸入してはならない貨物は、国民の安全などの観点から、輸入禁止によりまして、効果的な取締りが期待できる物品につき、当該物品の規制を所管する当局の法令、これによりまして、輸入規制を行われているかどうかということを踏まえて、対象を規定しているものでございます。 ご指摘の点でございますけれども、医療用以外の指定薬物を輸入してはならない貨物に追加することについてでございますが、先生のご指摘を踏まえまして、今後、関係省庁と協議の上え、前向きに検討してまいりたいと考えております委員長伊沢慎一君。ありがとうございます。これも政府一丸となっての対応が必要だと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。でさてこの今回 指定薬物である疑いがあるものに加えて、この指定薬物と同等以上に精神毒性を有する疑いがあるものというものも付け加えられました。こういうものも対象になりました。で、じゃあどういうものがまず、この指定薬物である疑いというものはどういうもので、じゃあどういうものが指定薬物じゃないかもしれないけど、同等の精神毒性があるんじゃないかと疑うものかと。まあその それぞれの疑いにこう違いがあるのかどうかというと、実はそこ、差はないわけです。これは結局どこで判断するかというと、名称であって、あるいは形状、形であって、売られ方であって、あるいは包装で、こういうもので判断していくということになります。まあ、そういう意味では、これ、この、実はこの指定薬物である疑いというものに対する検査と、この精神毒性を有するもの、有するんじゃないかという疑いというものに対する、この、 まあ検査というのは、実はこれ、新しく付け加わってはいますが、これ、順番の問題だと、そう認識をしております、つまり、まず疑わしいものとして、中身をしっかりとチェックをすると、検査をすると、でこれ、指定薬物じゃないというふうに分かったとしても、そのまま止めおいて、そのまま検査を継続して、今度は精神毒性を有するかもしれないという疑いとして、今度は引き続き精神毒性の検査をしていくという、この2段構えになっているんだと、そう理解を。 しておりますでそういう意味では、この最初にこの検査命令をかける入り口、つまりこの名称であったり、形状であったり、放送で判断していくというところ、実は入り口は変わってない、でこれ、大事なことは、新しくこ良い法律ができました、二段構えにもなりました、でも入り口の段階でどれだけ積極的に動けるかというところがポイントなんだと、そう思っております。そこで今回これ法案が成立した暁にはこの 地方厚生局、厚労省の麻薬取締部と、さらに積極的に取締まっていただけるものかということをお伺いしたいと思います神田医薬食品局長あの。ご指摘のとおり、この法案が成立いたしますと、指定薬物同等以上の精神毒性を有する疑いがあるものも、広く。あの 検査命令、販売等停止命令がかけられるようになりますし、それを告示をすることによって、その効果を全国に及ぼすことができるということになりますので、全国的に機動的かつ実効性のある取締まりが行えるようになるというふうに考えております。あのご指摘のように、法案成立後は、麻薬取,取,取締り部分におきまして、検査命令等を繰り返し実施するなど、法改正による新たな取,り組み取締まりの仕組みを最大限に活用いたしまして、県ドラッグの根絶に向けて、全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 委員長伊佐伸司君、えー、ありがとうございます、ぜひ積極的にお願いしたいと思います、こ,のこれまでも、この疑いがあるものというものだって、この、まあ、検査命令もかけれたし、販売禁止め、販売の,この停止命令もできたしと、ただ、これ、ずっと同じ、できたんですが、これが実際的に動かれ、動き始めたのは今年の8月からだと聞いておりますので、このぜひこの積極的な姿勢が、入り口のこの取締りを変えていくと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。で 次にこの実効性の話に移らせていただきたいと思うんですが、この危険ドラッグが、これがこのまず最初、指定薬物かどうかというこの同定を、鑑定をするわけですが、それどこでやるかというと、この立てつけ上は地方厚生局の麻薬取締部にまず送られるということになります、そこで鑑定をして、その上で、これは未知の物質だということになれば、今度は国の機関に送ると。 国立医薬品食品衛生研究所というところに送って、しっかりと検査をするということになっております。で実際はこれ現場、どうかといいますと、この、まあ、現場で、つまり地方の麻薬取締部で、これが指定薬物かどうかという、この鑑定する体制、これをもっと強化しなきゃいけ,いけないんじゃないかと、そう思っております。これ、この、例えば検査をする機械、一つ取ってみても、ものすごい高価なもので、まあ、なかなかその地方全部が置いてるかというと、 結構置いてないところが実はあって、と伺ってまして、でそういう場合は、同定する、これが指定薬物かどうかを鑑定することも、もう国にお願いしてしまっていると、なかなか地方で迅速な対応ができてないんじゃないかと、まあ、こういうこの機械の問題であったり、あるいは人員体制の問題があるのではないかと、あのより充実させなければいけないのではないかと、そう思っております。まあ、こうしてこの危険ドラッグ撲滅に向けて、新しい法律も作ったわけですから、ぜひこれ、実効性を。 しっかりと担保していくという意味で、この厚労省の体制、この現場の地方の体制も含めて、しっかりとした体制を整備すべく必要な予算、確保していただきたいと思いますが、いかがでしょうか塩崎厚生労働大臣。あの石澤先生、ご指摘のとおり、この法案で、えー、実効性を確実に発揮していくためには、まあ、今回ご用意をいただきましたあ新たな規定をです、ね、フル活用して、 全国の販売店本に対して、繰り返し取り締まりを実施しなければならないというふうに思っておりますし、また検査対象物の精神毒性をできる限り、この迅速に評価をするということが重要であって、そのためには、体制が必要だというの今のご指摘でございました。平成27年度の予算定員につきましては、麻薬取締部の取締り体制や、 それから今、先生ご指摘の国立医薬品・食品衛生研究所、この検査体制の強化を図るために、必要な予算、人員の増を今、要求をしているところでございまして、改正法をしっかりと執行するためにも、引き続き必要な体制確保に取り組まなければならないと思っております。ちなみに、麻薬取締部の体制強化としては、今、33人の増員を要求しておるわけでございます。 一方、国立医薬品・食品研究所の検査体制の強化として、分析機器の増設ということで、1台を3台にということで、それから研究補助員の増員も2名から6名ということで、やっているわけでございまして、先生おっしゃるように、体制を強化することが初めて実効性のある取締りにつながるということだと思います委員長伊沢慎一君。 大臣の力強いいいいい決意ありがととうござまますすよろししくお願いしたいと思いますあの次に、このインターネット対策について、質問させていただきたいと思います。今回、この違反広告について、プロバイダーに対して削除要請ができるという新しい規定が加わりました。これは、このある店舗で売っているもの、この物質がもしかすると危険ドラッグじゃないかということ、疑いがあるということになると、まずこれ、早速検査命令をかけると。 で検査命令をかければ、この販売が禁止され、あるいは広告が禁止になるという、えー、立てつけになっておりますで、この検査結果が出るまでの間は、広告ができない、しかもこれ、この店舗だけじゃなくって、全国でその売られている危険ドラッグそのものは、この全国単位で広告が禁止になると。 でそういう意味で、全国単位で広告禁止になるんだから、ネット上だって広告もだめだということで、広告を禁止、広告禁止に対して違反をしているので、このプロバイダーに削除要請すると、まあ、こういう立てつけだと理解をしております。つまりこれ、前提は、あくまでスタートはまず店舗で危険ドラッグが売られているとで、それに対して検査命令がかかるというところからスタートするんだと理解しております。まあ、そういうい意味ではこれまず最初に店舗がなくって このインターネット上だけで販売されているこういうサイトがあって、そもそもだから、現物がないという状況の中で、これはまあ検査もしようがないですし、そういう意味では広告禁止につながっていかないんじゃないかと、ネット上での削除要請できないんじゃないかと、こういうこのご懸念の声も、ご心配の声もあると聞いておりますが、このネット上だけで店舗がなくって、ネットで申し込めば、それが、 指定した時間に届けられるとか、まあ、こういうようなもの、危険ドラッグの販売に対して、このネット対策、どのように考えたらよいかについて、質問したいと思います神田医薬食品局長あの。先生、ご指摘のとおり、あのまず実際の店舗で検査命令、販売停止命令をかけたものについては、告示をして、全国にその効果を。 及ぼすことができますので、この場合はまあ店舗の有無にかかわらず、ネット上の販売サイトについても違法広告ということで削除要請することができるようになりますので、これを最大限活用して販売停止に追い込んでいくこととしたいというふうに考えております。それからあの、実店舗では売っていなくて、もっぱらネットで売っているような危険ドラッグにつきましては、これはあの、解釈を <coughs> 示しておりまして、 形状ですとか、包装ですとか、名称ですとか、どういうふうに売っているのかとか、体に接種しやすい形態かどうかということを総合的に判断いたしまして、これは無証人の医薬品だということになりますと、これは広告禁止違反ということになりますので、広告中止命令ですとか、違反広告ということにこれもなりますので、削除要請、それからまあということも進めてまいりたいというふうに考えております。以上 伊佐信志君実店舗がなくても大丈夫だということで安心いたしました、しっかりと実効性を持たせた体制作っていただければと思います、以上終わりまますありがとうございました次に中根康弘君、中根君,中根君、はい。民主党の中根康弘でございます、えー、今回の改正法案につきまして、25分間議論をさせていただきたいと思います。 まず資料を配布をさせていただきました、ご覧ください、実は今日も被害者のご家族の皆様方が傍聴にお越しになっておられます、例えば資料の1、ミクちゃんのご両親、今、自分たちが訴えなければ、また被害が出る、未来を絶たれた娘のことを知ってもらい、新たな犠牲者を出さないため、対策を取ってほしいと。 おお話をされておられてらますあるいは資料の2ページ、えー、みくちゃんのお母さん、危険ドラッグを販売している人、使用している人、危険ドラッグそのものを撲滅してほしいと訴えておられます。また3ページ、これは郁也さんの親御様のお言葉でございますが、えー、息子の 事故の後も命を落とす人が出て本当に虚なしい、私には思いを語ることしかできない、少しでも今の状況が前に進んでほしいと訴えておられます。まさに今回の改正法案ができた、つまりは国や国会を突き動かそうとしているのは、こうした憎んでも憎みきれない 危険ドラッグの被害者のご遺族の皆様方の強い思いこれこそが今回の改正法案の原動力になっていると私たちは考えさせていただいておりますまず大臣にお伺いをいたします今回の法改正によってみくちゃんやいくやさんのような危険ドラッグの運転による 被害の死亡者は二度と出さないようにできると考えておられるかどうか、お答えをいただきたいと思います塩崎厚生労働大臣改めましてあの、今回のこのご審議をいただいております改正法案につきましては、危険ドラッグの撲滅に向けて、今、中根先生がご指摘になったような、 ことを含めて与野党の皆様方が真摯にご検討いただき、またご協議をいただいた上で、取りまとめがなされたというふうに思っているわけでございまして、そのご努力に改めて私どもとしても、心から感謝を申し上げ、また敬意を表したいというふうに思っているわけでございます。いろいろな新たな仕組みを与野党でお考えをいただいたわけでございまして、 これらの、まあえー、法律を駆使しながら、えー、厚生労働省としても、危険ドラッグによる悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意の下で、えー、この法,法律が成立をした暁には、これらの措置を最大限に活用することによって、危険ドラッグの撲滅に向けて、えー、一層取り組んでいかなければならないという決意を新たにしているところでございます。うん 委員長中根康弘君はいえ次に山井法案提出者にお尋ねをしたいと思いますがこの法改正が成立した場合いつ施行されると期待をされておられますか山井勝則君中根議員にお答えを申し上げますまずその前にあの一言本当にお礼を申し上げたいと思いますが8月4日 この場で集中審議を危険ドラッグについて行わせていただきました、あれ以降、与党、野党、力を合わせ、そしてまた厚生労働省も警察庁も、本当に夏休みに返上で取り組まれ、そしてまた何よりも衆議院、法制局、石原課長先頭に、この議員立法を作りにご尽力をいただきました。そういういこのの衆議院厚生労働委員会の 力を結集した結果、今、中根委員がご指摘されましたように、その原動力となったのは、今日もお越しをいただいております、ご家族の悲痛な思いであったと思います。そのことにより、今日このような法律が起草されたことを、本当にうれしく思っております。そして、中根委員のいつ施行を期待しているかということでありますが、この法案におきましては、施行後、 工事後20日ということになっておりますこの法律が分かりませんが、参議院で来週の火曜日か水曜日に成立するということになれば、その後、速やかに工事をされまして、それから20日ということになりますから、おそらく12月15の週、12月中旬には、この新法が成立し、危険ドラッグ撲滅に向かって大きな一歩を知ることになると期待しております。 中根康弘君、はいえー、再び資料をご覧をいただければと思いますが、えー、犠牲になったみくちゃん、小学校5年生だった、誕生日に何が欲しいと聞くと、誕生日は親にお礼を言う日、だから、ね、何もいらないと答えるような子だった、危険ドラッグはすべて根絶してほしいと涙を流したとおっしゃっておられます。それと イク也さ,さんは、僕の夢はレスキュー隊になって人の命を助けることですと夢を語っておられたそうであります。美空ちゃんは絵と料理が大好きで、家族思いの子で、お母さん、お母さん育ててくれてありがとうと、まめに絵手紙を書く子で、将来は、 管理栄養士になって、在宅医療の仕事をしたいと、夢を語っておられたようで、そうでございます。美空ちゃんはわずか11年、郁也さんはわずか25年しか生きられなかったわけでありますが、このかけがえのない犠牲の上に、今回、この法改正という形で、ご本人が望んでおられたまさに、 人の命を救う法律ができようとしているわけであります。大きな仕事を成し遂げていただいたと思います。まさに、みくちゃんやゆくやさんが生きた証しが、この改正法案であると考えさせていただいております。山野議員にお尋ねをいたしますが、この法改正に取り組んだきっかけ、あるいは思いというものを、ぜひお答えをいただきたいと思います。 山井勝則君、<laughs> 中林にお答えを申し上げます。まあ今中林がおっしゃいましたように、10歳で短い人生を終えられた。 みくちゃんそして25歳で危険ドラッグ運転によって生涯を終えられた郁恵さん、本当にお二人、素晴らしい方でありましたお誕生日に今も中根委員からご指摘ありましたようにプレゼントはいらないと、育ててくれたご両親に、両親にお礼を言う日が。 誕生日であるとそれで、育ててくれてありがとうという手紙を両親に書かれ、またお母さんは医療の仕事に携わっておられますから、夜勤が終わった朝には、みくちゃんが夜勤お疲れ様と手紙を残され、将来は管理栄養士になって、人のために生きたいと、そういう思いを持っておられました。またゆくやさんは 救急救命士、人の命を救うごとに人生をかけたいと、そしてこれから多くの人の命を救おうとされていた、矢先に危険ドラッグ運転の車が対向車線をはみ出して、100キロ以上で正面衝突して、人生を終わらせてしまいました、その意味では人のために生きたいと願ってられたみくちゃん、ゆくやさんの思いが、この法案に詰まっていると思いますし、何よりも、 今日も含めて3回もご家族の方々が、危険ドラッグ根絶の法律を作ってほしいと足を運んでくださいました。このご家族の思いを受けて、先ほど塩崎大臣からもご答弁いただきましたが、二度とこのような危険ドラッグの犠牲による死者が出ないようにしていかねばならないと思っております。以上です中根康君 この法改正が成立した場合、この改正法案で100%、今、懸念をされているさまざまな問題が解決をすることになるのか、つまりはこの法改正がゴールと言えるのかどうか、山野井哲史社にお尋ねをしたいと思います。山井和則君中ににお答え申し上げますこの法改正は月月から4ヶ月間にわたって 与野党そして厚生労働省警察庁そして衆議院法制局が総力を結集して作り上げた法改正でありますから非常に効果的な危険ドラッグ禁止法案だと信じておりますしかし残念ながら相手は悪徳業者でありますまたこの法律が改正されたら裏をかいて新たないたちごっこというものが ままるかもしれませんその意味では今の時点においてはベストな法律でありますけれどまた抜け道いたちごっこそういうことを危険ドラッグ業者悪質業者がやってきた時には必要であればさらに法改正も考えていくというぐらい何が何でも危険ドラッグを根絶するまで私たち国会議員は絶対に この戦いをやめない、これは先ほどの委員の方からもお話がありましたが、テロ行為です、国民の命を奪うテロ行為が危険ドラッグの販売でありますから、国民の命を守るためにも、絶対にこの危険ドラッグを目別するために、与野党を超えて、この法案をゴールではなくて、スタートとして取り組んでまいりたいと思います。中根康君 再びというか、見たび、資料をご参照いただきたいと思いますが、4ページ、あるいは5ページ、6ページと、これ、紹介するのも、本当にえなんというか、はばかられるような、とんでもない商品が、まだインターネット上などをはじめとして、販売をされているわけであります大臣にお伺いをいいいをたたしたいと思います。 この法改正は、インターネットの危険ドラッグ販売をどのように取り締まれるのか、具体的には、この資料でもご紹介申し上げておりますように、ラブサルビアやラブサーブのようなインターネット販売は、今回の法改正のどの部分に違反するということになるのか、今回の法改正により、インターネットの危険ドラッグ販売は、 根絶,根絶できると考えてよいのかどうか、塩崎大臣にお尋ねしたいと思います。塩崎厚生労働大臣。本法案におきましては、店舗において検査命令、販売停止命令の対象となった危険ドラッグは、先ほどから出ておりますように、告示によって全国的に販売や広告が禁止される規定が盛り込まれたわけでございます。でこの規定に基づいて このような対象物品を扱うネット上の危険ドラッグ販売サイトについては、違法報告広告として削除要請を行うこととなるわけでございますで。また、もっぱらネットで販売している危険ドラッグについては、その形状、放送、名称等から総合的な判断をいたしまして、無承認医薬品の広告禁止違反に該当するとして削除要請を 行うことになりますで今回の法改正も踏まえて、こうした違法な広告を行う販売サイトに対しましては、プロバイダーが違法広告を削除した場合に、損害賠償責任を負わないことを明確化する、そしてインターネットで販売サイトから危険ドラッグを購入した者から供述を得て、販売者を特定し、突き上げ捜査を実施するなど、実効性のある 方法で取締りを徹底していくこととしておりまして、危険ドラッグをインターネットで容易に買うことができない状況を、なんとしても一日も早く実現できるように、厚生労働省としても、今後ともネット対策に全力で取り組んでまいりたいというふうに思います委員長中根康弘君。はい、今、大臣にご答弁をいただきましたが、提出者からも、お同種のお 質問をしたいいと思います今回の法改正により、今まで以上にどのように取締りが強化されるのか、山野井哲也にお尋ねをいたします委員長、山野井和則君え。中根委員にお答えを申し上げます、まあ、今までの答弁との重なる部分もありますがえ、簡潔に申し上げますと、今まで薬事法の76条6項においてはですね、 指定薬物物でああるる疑いいがある物品ととうことに限られておりましたしかし、必ずしも指定薬物でなくても、危険ドラッグはほぼすべてが毒性が強いということが明らかになっておるわけですから、今回、それに加えてです、ね、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品として、その取り締まりの対象範囲を非常に広げさせていただきました。 それとともに、今までは販売にだけ取り締まりがあったものを、広告の規制ということも入れさせていただいております。さらに今までの取り組みの中でえ、店舗対策はかなり進んでおりましたが、インターネット対策というのがなかなか手についておりませんでした。そのことについて、え今,今回はですね、インターネットについても、その広告の規制を設けると、広告の中止命令ということも入れさせていただきました。さらに えー、今までは先ほど伊坂議員の答弁にもありましたが、76条の6項というのは、その店だけにしかかからない、例えば A という店で、B という製品が中止命令、検査命令がかかったとしても、他の店やインターネットでは野放しになっておりました、しかし、今回の法改正により、パッケージ規制、つまり形状、名称、そういうものによって、規制を新たにパッケージで、 全国的にかけることができるようになりますので、それによって、1店舗にしか取り締まれなかった76条の6項が、インターネットも含めて全国で一斉に取り締まれるようになると、そういう効果があると考えております委員長中根康君、はい、大臣に重ねてのお尋ねになってしまって恐縮でございますが、今回の法改正により、店舗、危険ドラッグ販売の店舗はゼロにできると。 いうように考えてもよいのでしょうか、いかがでしょうか塩崎厚生労働大臣あのこれまで、えー、指定薬物の迅速な指定、あるいは検査命令、販売停止命令等の積極的な実施によって、まあ、店舗の約3分の2を廃業または休業に追い込んできたわけでございまして、そういう意味では、まあ、店舗に関しては今、お話があったように、一定の成果を上げてまいったわけでございます。 で今回の法改正によりまして、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いのあるものと、これも規制の対象となったわけでございまして、また検査命令、販売禁止命令の効果を広域化できるということとなったために、全国的に機動的かつ実効性のある取締りが行えるようになると考えておるところでございます。 ご提案をいただいたこの規定を最大限活用して、危険ドラッグ販売店舗を一日でも早く根絶できるように、店舗に対する取り締まりを繰り返し、先ほど申し上げましたが、体制も強化しながら、繰り返し全力で取り組んでいかなければならないというふうに思っております委員長中根康弘君。もう一問大臣にお尋ねをしたいいと思います今回の法改正は 税関での水際作戦にも有効であると考えますが、具体的にどのように有効であると考えておられるでしょうか塩崎厚生労働大臣あの関税法では、他の法令の規定によって輸入、輸入に関して検査等を必要とする場合には、検査等の完了を証明し、その確認を受けなければならないために、薬事法で今回のように、検査命令がかけられたものについては、 輸入を許可しないといととうことがでできるわけでありますしかしながら現状では、検査命令、販売等停止命令の対象が、<coughs> 指定薬物である疑いがある物品とされているために、陸揚げ時に税関で行われる検査で指定薬物が検出されない場合は、貨物の輸入を法律の根拠をもって止めることが困難であったわけでございます。で今回の法改正によって、えー、検査命令、 販売等停止命令の対象に、現行の指定薬物である疑いある物品に加えまして、指定薬物と同等以上に、精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品が追加をされたところでございます。でこのため、えー、陸揚げ時に税関で行われる検査で、指定薬物が検出されない場合であっても、場合であっても精神毒性を有する疑いがある物質が、 検出されれば税関から連絡を受けて厚生労働省が検査命令及び販売停止命令をかけることができるようになり関税法に基づいてこれを輸入を許可しないということができるようになるわけでございます厚労省においては今後とも関係省庁としっかりと連携をして水際対策の強化に取り組んでまいりたいと思います委員長中根康弘君、えー 時間が限られてまいりましたので、最後に山野井哲也と、それから井阪哲也にもお尋ねしたいと思いますが、先ほど山野井議員が、これはゴールではない、ある意味スタートであるというご発言もありましたが、今後に対する決意というようなものを、それぞれからお示しをいただけないでしょうか。 井坂信彦君発言の機会をいただき、ありがとうございます、えー。夏から危険ドラッグの店舗、本当にいくつも回り、また関係省庁の方々、専門家の方々、ご遺族の方々、さまざまな方からご意見を伺い、ようやく本日、ここまでこぎつけてまいりました。しかしかか、えー、今回とととにかく緊急を要するということで 事前の検討段階には出ていた立法のアイデアの中で、時間的にあるいは各関係の業界団体との調整が必要であるという見通しの下で盛り込めなかったようなアイデアもいくつか実はございます。山井議員からも発言がああありまましたようにあくででこれはスタートであって今回 法律20日以後には施行されるということで、時間もなるべく短く切って、まず施行スタートいたしますけれども、しかしその後も、とにかく抜け道を一個一個こまめに潰していく、この決意で今後もしっかりと最後まで取り組んでいきたい、そのように考えております山井和則子。中根議員にお答え申し上げます。私ははこれは 二つの点が非常に重要だと思っております。一つは、法律というのは、ある意味やはり、これは手段であって、道具であって、実際取り締まって動いてくださるのは、都道府県であり、厚生労働省であり、警察庁であります。その意味では、法律と運用が車の両輪になって、加えるならばそれに対して財源の後押し、 この3点セットが揃わないと、いくらいい法律を作っても、絵に描いた餅になってしまいます。そういう意味では、このまあ解散間近な中で、緊急ドラッグ禁止法案を成立させるというのは、本当、与野党を超えた私たち国会議員、国民の代表たる国会議員の最優先課題として、この法律を成立させる、そのような思いをくみ取っていただいて、厚生労働省、警察庁、 法務省財務省においても危険ドラッグ撲滅のために早急に取り組みを進めていただきたいというふうに期待をしておりますそれともう一つは今工事から施工まで20日ということがございましたこの施工までに20日要は12月中旬には施工されるわけですけれど今までのケースを言いますと法改正や新しくして薬物に指定されますと半額 売り尽くしセールバーゲンセールというのが行われるんですねそれまでだったら逆に言ってもいいということでその半額売り尽くしセール安売りセールで多くの人が買ってしまってそれでまた事件や事故が起こったらこれは何のことかわかりませんその意味ではもう今日この時点で今日衆議院を通過するわけですから危険ドラッグは禁止するその意味ではこれからの安売りセールバーゲンセール 半額セールも絶対許さない、法改正がなるということがもう決まるわけですから、事実上、今日で、今日以降、そういう、それまでに売ってしまおうなんてことをする、不届きな悪徳業者は、絶対に取り締まる、そういう決意でやっていく必要があると思います、以上です中根康君、はい、ありりがとうございまました終わります。 次に清水高一郎君、はい清水君、維新の党の清水高一郎でございます。え今日は与野党がですね、しっかりとまあ、えー、案を練って、まあ現役時報をですね、医薬品、医療機器等の方の一部を改正する法案としてまとめていただきました。これまあ非常に今あるまさに今今日も昨日もですね。 まだ起こっている危険ドラッグによる事故等を考えれば、この法案が提案されたことに対しては、このご努力、与野党を超えた法案提出者、また、関係各位にはですね敬意と感謝を申し上げたいと思います。ただ、ちょっと残念なのは、今、大変こういう大事な法案も、ちょっとバタバタした雰囲気の中で行われています。そして えー、いろんな大きな、いろんなあ、えー、国,国がですね今やらなければいけない課題というのは、この臨時国会の中で今、論議がされているさなかであります。われわれが総選挙がありまして、ですねまだ2年経っていない状況の中で、また昨年は参議院選挙が行われたと、そういう中で、えー、今、ですね、えー、仮にまだ新聞事例でありますし、実際には安倍総理はですね外国に出張中であります。その中で えまあ新聞事例でありますので、これは事実かどうか分かりませんけれども、仮に700億近いお金を使う総選挙がですね行われるとすれば、これは少しですねえどうなのかな、もっと今やるべき大事なことがあるのではないかというふうに思うところであります。では、質問に入らせていただきたいと思います。まず、一番最初に、検査命令および販売停止命令の対象の物品の拡大ということがあります。 まあこれは指定薬物と同等以上のまあ精神毒性にえを有する、蓋然性が高いものである疑いがある物品を追加するということでありますけれども、先ほどからも論議がありましたけれども、やはりこの、ここはですねもちろん、幅広く危険なものを排除していくというのは、今、現状に即したもので、高く評価をいたします。ししかしある意味ではあ いわゆるまあ財形法廷主義というまあ大事なまあ観念であります、まあ、刑罰等がです、ね、恣意的な行使を防ぐために、いわば人権の保障というのが、この近代法律国家の中では大事にされているところであります、それについて、この蓋然性でありますね、蓋然性の高いものというのをどういうふうにまあ考えて、現実的に運用していくのかと。 いうところにつきまして、えー、伊坂、ああ、委員にですね、えー。お聞きしたいと思います。はい。伊坂信彦君。はい。 この財形法定主義ということで我々も野党案を夏からずっと検討するにあたり大変悩んできた部分であります。実は事前には我々二つ案をずっと最後の最後まで温めておりまして一つは。 まあ、あの清水先生にもご尽力いただいた、最終的に野党案として出すことになった、いわゆるこの今回、お尋ねのような部分、アナログ規制的なやり方、そして最後の最後までどちらにしようか迷っていたもう一つのパッケージ案と、まあ、今回、与野党の合意案として、このアナログ規制的な部分とパッケージ規制的な部分、両方合わせ持った 案がここに上提をされているということを大変嬉しく思っているところでありますこの指定薬物と同等以上に精神性を有する改善性が高い ものである疑いがある物品と、まあ、こういうことですから、一体どこまでが含まれるのかということがは,はっきりしない、まさにアナログ規制の問題、一体どこまで処罰されるのか、誰もわからないではないか、こういう懸念があるわけであります、しかしこれは今回、こういうものを製造・販売したからといって、直ちに刑事罰の対象となるわけではありません。 そのような行為をしたものが、まず76条6-2の,の販売等停止命令、また76条7-2の,の2項の中止命令、こういったものを受けて、それでもなお、こうした物品を製造・販売を続けていた場合に初めて刑事罰の対象になる、こういう仕組みにしております。 一旦厚生労働大臣による命令をかけた上えで、その命令に違反した場合に処罰をするという、いわゆる間接罰の形を取ることによって、行為者にとって自らの行為が刑事罰の対象になるのかならないのかを明確にして、財形法廷主義との関係で問題が生じないようにいたしました、以上です、はい、清水浩一郎君。わかりました。 まあ、そある意味でその出口といいますかです、ねを、しっかり規制するということで、いわゆる人権を害するようなことはない、そういうところに配慮してやっていくということでありますこれは、まあ政府、政府参考人にお聞きしたいわけですけれども、まあ、実際、運用にあたってです、ね、現場ではどのような根拠を持ってです、ねえー、やっぱり対象物品と認定していくのかというところは、神田医薬食品局長。 あの従前の指定薬物の疑いがある物品というものにつきましても、これまで指定薬物ので、えー、として、まあ、あの取締まりの対象となりました名称ですとか、形状ですとか、パッケージをすべて、えー、都道府県に提供いたしまして、類似性があるかどうかというようなことで、あの8月末からあの指定薬物の疑いがある。 物品の取り締まりをこう実施してきたところでございます。今回に当たりましても、えー、あくまでもその名称、形状、それからパッケージ、そういったものを総合的に関しまして、まあ、さらにあのどういう場所で売っているのかというようなことも含めて総合的に判断して運用してまいりたいというふうに考えております。はい。はい。えっ、ー、と伊坂信彦君。 ちょっともともと私にあの通告いただいていますが、言だけ申し上げたいと思います。かっちり答えれば、先ほどのような答弁になりますが、私は政治家として申し上げたいのは、そうは言っても、それが危険ドラッグなのかどうか、またそのお店が危険ドラッグ店なのかどうか、あるいは危険ドラッグ販売サイトなのかどうか、これは実はもう見れば分かるものであります。本当に お香でですよ仮にただのお香で裏にストップ吸引吸わないでくださいと、デカデカと書いてあるお香など、普通ありません、あるいはただのお香屋さんでいちいち一筆書かせて、絶対すいませんという一筆取るようなお香屋さんはありません、ただのお香のサイトで、この商品は、我がサイトの商品は指定薬物にあたるものは一切売っておりません、すべて合法ですなどと、デカデカと書いてあるサイトはありません。こういっった実態をしっかり見て取り 始まりをするべきだとそのように考えております。清水高一郎君。まさにまあその点がですね、大変重要なところであろうと思います。そういなければこのある意味で今回の法律の改正とまあ、この部分についてですね、えー、実効性というのがですね、えー、担保できないのかなということでありますから、まあ、これこれからいわゆるこの条項にありますまさに同等以上の精神毒性を有する。 改善性があるというところをですね、しっかりと捉えて運用をしていただきたいということを申し上げたいと思います。えー、次にですね、指定薬物等のま依存症になったと、それから回復にかかるまあ体制整備について今回え触れられています。まあ、不足の第3条にもありますけれども、指定薬物等のま依存症からですね、回復をの体制の整備について、まあ、依存症からの 回復に資するためのです、ね、相談体制、あるいは専門的な治療、および社会支援のに関する体制の充実、その他必要な措置についてです、ね、具体的にどのようにしていくのか、まあ、今、あの新聞報道でもです、ね、ありましたけれども、まあ、今回、 依存症初の全国拠点ということで、これはまあ11月10日ですね、数日前の新聞でありますけれども、日経の有刊に出ています、依存症研究初の全国拠点と、横須賀にのですね国立病院機構、栗浜医療センターが。 また全国に今、5か所の地域拠点があるわけですけれども、まあそ,れえー、それを集約してです、ねえー、治療のプログラム等を組んでいくということであります、これはもちろん、依存症でありますから、必ずしもその危険ドラッグということだけではなくて、えー、麻薬やあるいはアルコール依存症等を含めてです、ねのえー、依存症研究の拠点でありますけれども、これから、 この法律に書いてありますけれども、ただ、今でも全国に5か所の拠点しかない中で,で、現実的にどのように充実していく具体的な方法というのは、どうしていくのかということをお伺いしたいと思います藤井障害保険福祉部長。 お答えをいたします危険ドラッグを含みますあの薬物依存症対策といたしましては、まあ、今回の法案の不足の第3条にもございます通りでございとおりですがあの、薬物依存症者やあのその家族に対する相談支援体制の整備あの、薬物依存症者が必要な医療を受けられる体制の整備、またあの社会復帰に向けた医療機関、行政、事業団体の連携体制の整備があの必要であるというふうに考えております。あのこれまでも 私ども、相談支援体制の整備といたしましては、依存症への対応力の強化、あるいは家族への支援の充実を図,ります図るために、依存症回復施設職員等に対する研修等を行ってまいりましたし、また、必要な医療を受けられる体制の整備といたしまして、今年度からでございますが、全国5か所の依存症治療拠点機関における専門的な治療、あるいは回復支援などに取り組んできたところでございます。まあ、さらに例えばの 依存症治療を担う医療従事者等の資質向上といたしまして、薬物依存症に対する認知行動療法についての研修を行っていただきますとともに、また先ほど先生からご紹介ございました、その全国5か所の,その依存症治療拠点機関とは別に1か所を指定をいたしました、この全国拠点機関におきまして、 5箇所の依存症治療拠点機関で得られたさまざまな知見を集積をいたしまして、この全国拠点機関で新たな治療回復プログラム、あるいは支援ガイドラインの開発を進めまして、それをまた全国に普及をしていくというような、そういったことを考えております。また、さらに地域における社会復帰支援の充実に向けましては、各地の精神保健福祉センターにおける依存症者への治療回復プログラム、 私どものスマープと呼んでおりますけれども、あのこの実施のための予算をお、まあ、今年えあ来年度予算ですね、あの平成27年度の要求にあの盛り込んでおりますし、またあの医療機関、行政、あの事業団体の,あの連携方策を定めたあの精神保健福祉センター向けの,あのガイドラインがございますが、その検証とあの普及もあの実施をしていくということにしております。まあ、今後ともあの関係者の皆様方と協議をしながら、あのこうした取り組みを通じまして、依存症に対応できる体制整備、進めてまいりたいと考えております。 清水一郎君、はいえー、今、お答えいただきましたけど、まさにまあ今はです、ね、あの全国5カ所、まあ、神奈川県、それから大阪、岡山、あそれから佐賀県、えー、ですよね、そし、まあ,あ東京ということでありますけど、そのまあ全国5カ所が拠点ということでは、まあ、やっぱりこれからもう少しです、ね、専門家の要請、 も含めてですね大事なものだと思いますしまあ専門医もなかなか、私もまあ脳神経外科の医者でありますけれども、今、現実に京都でもで、実際にこの依存症に対するまあ専門の先生というのは非常に数が少ないということでありますま、そして相談員、当然でありますから、それに対する相談員というのも非常に少ない、だからなかなか現実的に地方でその相談体制や治療プログラムが実施されるというのは、 なかなか難しい、えー、だけど一度依存症になった人がです、ね、まあ、遠くの他府県まで行ってです、ね、それを受けるということもなかなか現実的な問題としては難しいのだろうと思います、まあ、ぜひですね、えー、この法律もできたわけでありますし、えーまあ、現在もこの報道でもです、ね、えー、まあ将来的に全国各地に地域拠点を増やすということも、厚労省も検討されているということで、今もご答弁もあったと思いますけどよろしくお願いしたいと思います、これは非常に大事な問題であります。 では続きましてです、ね、3つ目の質問に移らせていただきます。まずあの、えー、プロバイダーへの、ねえーまあ、削除要請についてでありますけれども、まあ、これ、現実にです、ねあのー、削除要請をまあする、まあ、できるということになっています、しかし現実に、まあ、例えばこの、えー、最近のまあ新聞報道があります。これ、まあ 11月の7日の毎日新聞の朝刊に出ています、危険ドラッグという囲み記事でありますけれども、まあ、この新たにまた37サイトが削除されたということで,です、ね、削除の効果も上がっています。だけどです、ね、ここで80 92サイトに対してですね削除要請をしたうち80サイトが削除してくれたということであります依然まあこのこれによってもまあ12のものは削除しないという状況でありますま、特に海外拠点にですねサイトを移すというような業者さんもいるという中で,で、要請ができるということだけで,で、どのような実効性があるのか、実効性についてどういうふうにお考えか、伊坂議員にお,しゃお聞きしたいと思います。 伊信彦君実効性という意味で、プロバイダーの方にも要請があれば削除する義務を課すということが仮にできれば、 あよかったわけでありますが、えー、この点に関しては、まあ、プロバイダー、あくまでインターネット上の場所を単に貸してるだけに過ぎないという,う立場、えー、また、えー、表現の自由の問題もございます、またインターネット上の違法な情報への対応に関するガイドラインというところでは、まあ、原則、えー、自主的な対応を取ると、まあ、こういう,う大方針がございます、こういったところから、今回、プロバイダー側に削除義務を課すと。 いうところまでは本法案には盛り込んでおりません。え一方でまあプロバイダーが削除要請を受けた場合に、このプロバイダーが削除をしたことによって後から業者にいろいろこう。 責任を問われないということは、今回、新たに追加して、明確をすることによって、削除をしても、後で面倒なことにならないということは担保しております。また、プロバイダーに対しては以上ですが、本法案で、そもそもそのサイトを運営している危険ドラッグ業者、 には、えー、今回広告中止命令というものを新たに設けて、えー、できるようにいたしました。えー、このことによってインターネット上のお違法な広告、えー、また危険ドラッグのサイトに対してより一層実効性のある取り締まりを行うことができるようにしております。以上です。はい、清水高一郎君。まあ今ぜひですね、まあ今ありました実効性の上がるようにですね、要請についてもですね、しっかりまあやっていく。そして、えー、まあその。 要請に応じない時にもですね。繰り返し要請することによって、まあ、実効性を高めていただくようにしていくということが大事かと思いますえ、次にですね。えー、あの、例えば京都府等でですね。今、パブリックコメントも済んで、12月にまあ、えー、条例ができようとしている。まあ、その中にはですね。まあ、医療機関の医師。 あるいは薬局の薬剤師の責務としてです、ね、倹約物による中毒症状を呈する患者を診察したとき、あるいは患者の情報を得たときは、薬物の名称等の情報を知事に提供するように努めることにするという、まあ、努力義務ではありますけれども、そういう情報も入れています。これはまあ医師ににとりましても前は個人情報を担保する意味で非常に、まあ 勝手にできないということもありますので、こういう条項があればです、ね、医師、薬剤師が非常に協力体制ができると思いますけどこれはまあ都道府県単位でまあこういうことをや今やっているわけですけども、やはりこれは本来言えば、国でこういうことがで,す、ね、できれば、もっと実効性が上がるかと思いますけど、えー、政府参考人にお伺いしたいと思います神田医薬食品局長。 京都府の条例でそのような案が検討されているということは承知いたしておりますけれども、麻薬については、やはり同じようにあの、医療用麻薬ということで、悪性使用による痛みの緩和に用いられるということがございまして、まあ、医師は麻薬静用者の免許を有する場合には、こうした麻薬を治療,治療目的で使用することができると、まあ、実際に自分も使用しておりますし、どういう影響があるかという知見も持っているということで、 麻薬構成精神薬取締法に基づきまして、中毒者については届出を行うという義務を課しているところでございます。ただ、まあ、あの危険ドラッグに関して言います。と、あの医療用というのは、あの、えー、今1400と非常にたくさんございますけれどもまあ、1つだけ。あの。 医療ってございますけど、まあ、ほとんどあの医療現場の先生方はまあ,あのご存知ないということと、まあ同定するのも非常に難しいということでございますので、まあ、同じような形で届けで義務を課すというようなことはあの難しいのではないかというふうにあの考えております。むしろその治療の場面で、えーえー、お医者さんとの連携を深めていく必要があるというふうに考えております。 清水一郎君まあただですねあの、実際に受診されて、明らかに危険ドラッグを使っているということが分かっているのに、まあ、これは、えー、患者さんの個人情報ということで,です、ね、まあ、いわゆるあのそういう情報を提供できないということについては、まあ、実効性、現実の実、えー、こういう法律を運用する中で、実効性について問題があるかと思います、まあ、実際、この都道府県で条例でやはりこれをやっているわけですから、一度研究をしていただきたいなというふうに要請をしたいと思います。 次に、同じように京都府、あるいは他の他府県でも近畿ではやっているわけでありますけれども、不動産関連業者さんの責務として、いわゆるえ各種法令、またはこの条例にの規定に反した薬物の販売目的の賃貸契約を行わないように努める、つまりこういうものを売っているということが販売目的ではっきりしている場合は、契約を行わない。そして 契約を行った後もです、ね、それが分かったときはです、ね、契約の解除に努めると、まあ、努力義務でありますけれども、そういうことを規定しています。ささらににに運送業者さんにも同じようにです、ねえー この薬物の販売を隠したとき、認知したときは、この運送契約の自粛に努めるというようなものをまあ努力義務としてやっています。これなのは非常にある意味で、不動産関係業者にですね努力義務でありますけど、その業界団体にお願いするというようなことで実効性があると聞いています。というのは今も新聞報道でもつい最近もありますけど、この11月12日の 読売新聞長官で県ドララグの地下化の警戒ということで、やはり経営者が変わって、えー、立ち入り検査が終わったばっかりだから、うちは新しくできたから、分、はい、かりました、そういうことだ。じゃあ、えー、品揃えが豊富だというようなことで宣伝してこういう,ようなことについて、一言だけじゃあ、伊、えー、坂議員からこういうことに関して、えー、今回はまあ入れられなかったけれども、今後の検討課題としてどうかということだけ、一言お伺いいいしたいと思ます伊坂信彦君、簡潔にご答弁をお願いします。はいはいはい えー、地方の方が進んでいる部分だというふうに思っております今回、えー、時間の制約もあり、えー、入れておりませんけれども今後の検討課題だというふうに考えております、はい、ありがとうございました次に宮沢貴人君はい、委員長宮君、はい。次世代の党の宮沢貴人でありますよろしくお願いします えー、この危険ドラッグに関する薬事法改正、私、この,あの今までに至るプロセスを見ててです、ね、まあ、あの山野議員中心に、夏から現地の調査をして、現状を把握して、それを法律にして、しかも与党も巻き込んでっていうプロセスを見させていただいて、あの非常に勉強になりましたあ。これが国会のダイナミズムなんだっていう まあ、ある意味国会の外科医みたいなふうに見えましたね、非常にかっこよかったです、でまあ、一方で、理事会でドタバタとやり合っている、一方でこういういい法案を作るっていう、そのある意味、国会の不思議も感じましたけどね、えー、それであの、先ほど山野井議員もおっしゃいましたが、あのいい法律作ってもその、それを運用がちゃんとしてなければ、それもあの実効性がないと。 いうことで私はあのこの法律のことはもうあの完璧だと思ってますので、特にお聞きしません。主に参考人に、その運用に関わる細かいことをちょっとお聞きしたいと思います。それで、まず資料を見ていただきたいんですが、えー、資料1ですね、あのまあ、危険ドラッグに限らず、麻薬とかですね、覚醒剤等について、 まあどんなふうに取締りが今なされているのかっていうのを、ちょっとまあ復習の意味も込めて見てみたいんですが、まずはあの資料1、日本地図が書いてありますけれども、これはあの地方厚生局麻薬取締部の概要と、厚生労働省関係ですね、それで、のこの資料はもうおそらく何回かここに出ていると思うんですけれども、組織としては、 7局があって、1支局、1師所、3分室ということで、えー、この日本地図にあるように、まあ、こんなふうに分布してます。で、えー、あと、定数が267人と、でまあ、体制と責任はあの3のとおりになっているということです。でまずはこの体制、まあ、麻薬関係についてお聞きしたいんですが、そのこれ、地図見れば分かるように、 まあ私の選挙区、長野県なんですけれども、全く空白地帯になってますし、東北、北陸、信越、あと中国地方の山陰部とか、非常にこうちょっと不安になるような分布の仕方なんですが、この分布の仕方について、あるいは今後の展望について、ちょっとあの参考人の方からお話をいただきたいんですけれども、よろしくお願いします。神田医薬局長 あの麻薬取締部はご指摘のように、あのお手元の資料のとおり、7つの厚生局、それから四国の厚生支局、沖縄支所というところに、まあ、あの麻薬取締部は置かれております。であの え先生、ご地元の,あの関東信越厚生局というところがまあ基本的にはその担当することになっているということかと思いますが、麻薬取締り部の特徴というのは、多くが薬剤師で専門家でございます、まあ、そういう意味と、麻薬取締り部の中で移動して、専門性を非常に高く。 えーまあ、あの育てられるということから、まあ、広域的な取締り等にあのその役割、えー、力をはし発揮しているということかというふうにあの考えております委員長、宮沢貴彦君あの。もちろんまあ予算に限りがあるのはあの分かってるんですが、えー、厚,生しあ厚労省の方としてその、この分布の仕方で十分なのか、あるいはさらに予算を確保して、 してもっといろんな支所を作るのに、支局ですか、作りたいと考えているのか、その辺はどうですか、将来展望ということで。神田医薬食品局長 今回のこの法案が成立しますと、指定薬物の疑いのあるものだけではなくて、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いがあるものという規制の対象も広くなりますし、それを告示をすることによって、検査命令、販売停止命令の効果を広域化することができるようになりますので、全国的に機動的実効性のある取締りが行えるようになるというふうに考えております。あの現在のの体制ととといいいうことで言いますとあの比較的店舗数の多い 関東、東海、近畿、九州については、その専任のチームというのがございますけれども、こういったところについて、危険ドラッグの担当の専任チームをさらに増やすというようなこと、それから、従前、こういったチームが置かれていないところについては、そういったチームを編成できるようにするということで、現在、要求、定員の要求をしているところでございます宮沢貴仁君。 まあ、あのもっとお金あ、予算が欲しい、支局が欲しいということだろうと思うんですが、あのこの地図を見てて、私、今思ったんですがその、先ほど地下に先行するんじゃないかってお話ありましたが、地下に先行ということは、都市部から地方に移動するということでもあるんじゃないかと思うんですよね、あのまあ、地方の人は、まあ、ある意味、純粋ですので、まあ、おそらく。 彼らにととっては騙しやすいいじゃないかとだからそういう意味で、まあ、予算もどんどん獲得していただいて、地方の方をこれからちょっとケアをした方がいいんじゃないかなと、私、個人的に思いました、えー。それからですね、今度はあの警察庁の方にちょっとお聞きしたいんですが、あのー まあ危険ドラッグは主に警察が取り締まっていただいていると思うんですが、先にじゃあ、資料をちょっと見ましょうか、ナンバー2ですね、資料。これも何回か出ていると思うんですが、まずはあの検挙状況ということで、上の段の右側の表を見ていただきたいんですが、そこの合計、で一番下の段に合計っていうのがありますね、そこを見ますと、 まあ平成21年からずっと事件数と人,人員が人数ですかね、あの並んでますけれども、まあ、徐々に増えていって、24年あたりから急増していますね。で、これを見ただけで、まあ、検挙を頑張っていただいていると同時に、いわゆる事件も増えてるんだろうと思います。それから下の段の段 枠の中ですが危険ドラッグ、乱用者の検挙状況というのですが、まあ、一番左側に丸、えーま、で示してあるように平均年齢が34歳、えー表まあ、ここにある表を見ますと、大体まあ20歳から50歳ぐらいまでに3割ぐらいずつ均等に分布しております、だから男女別でいうと、やはりというか、男性が圧倒的に多いですね、111人、女性5人と。 で薬物経験別、8割が薬物自販初販者で、このちょっと初販者というのが怖いですね、はやっぱり主婦とか、まあ、あまりそういわゆる、なんていうんですかね、薬にまみれてた人たちでない人が初めて手を出してしまうという傾向があります、それから危険ドラッグの入手先が6割が街頭、2割がインターネット。 まあこれは周知のとおりですね。で、まあ、これを見ただけで、警察の方、頑張っていただいてるなっていうのは分かるんですが、それで、実は、都道府県別に、こういう事件数の分布状況はどうなのかなっていうことをお聞きしたら、あの私にとっては意外だったんですけど、あのそういうデータはないという、まあ、結局、都道府県ごとの警察で、 やっていることで事件の数も無数にあるということなんですが、それはそれで結構なんですけれども、じゃあ、そこら辺改めてちょっと調べていただいたところもあると思いますので、警察の方から情報をお願いしたいと思います。警察庁木下組織犯罪対策部長 危険ドラッグにかかる都道府県別の検挙状況についてのお尋ねでございます。危険ドラッグにかかる本年の検挙状況につきまして、本年10月末現在で589人に上っておりまして、非常に増加しているところでございます。これ、都道府県別に見ますと、上位は警視庁で58人。 えー、愛知県警察で53人、えー、静岡県警察で38人、えー、埼玉県警察で38人、えー、大阪府警察で36人、ととなっていいるところでございます宮沢大都市部で多いということだろうと思うんですが、これもあの先ほど申しましたように、地方へ拡散するんじゃないかと思いますんで、警察の方でもそのへんのケアはよろしくお願いします。 それで,です、ねえー、資料3、もう時間がないですね、あのー、見ていただきたいんですが、えー、上の表で、まあ、見ていただきたいのは、あの下の2つの段ですね、検、え、挙、ー、人員のうちの,その暴力団構成員と、それから外国人、特に外国人は、平成 20, 20年あたりからもうかなり増えてますよね。 それであの、まあ、この表が出てたあの警察庁の情報誌に見ますとです、ね、まあ、例えば覚醒剤については暴力団が全検挙の55%、大麻については暴力団が30%ということですで。外国人の薬事犯というのが結構ありまして、全体の7はあ76%ですか。 この比率見てです、ね、あすごいなと思いましてあのこの、これは質問項目に入ってなかったかもしれないんですが、暴力団とこの外国人に対する対処、特別に何かやっておられたら、ちょっと教えていただきたいと思います。警察庁木下組織犯罪対策部長 あの特にあの覚醒剤の取り締まりということになりますと、基本的にはあのあの違法なものでありますので、えー、そういったものの密輸等々に関わるものには、やはりあの暴力団が多くなっておりますし、暴力団の資金源対策としても、非常に重要視すべき事案でありますので、えー、全国の組織犯罪対策もが総力を挙げて取り組むべき課題だというふうに考えております。でそれからあのこういう役 物大半は外国から国内に輸入されるものでありますので、その過程で密輸に外国人が関与するということは非常に多くなっております、そういった意味もありまして、税関等々の関係機関と連携を強化しながら、そういった事犯について、捜査を徹底してまいりたいと考えております委員長宮沢孝人君。 66.7%というデータが出ているんですけれども、これはまあなぜイラン人なのかということと、それからイランから出てくる薬物をコントロールすることは可能なのかっていう、これはちょっと質問項目になかったかもしれないですが、答えられる範囲で結構です、よろしくお願いします警察庁、木下組織犯罪対策部長。 あのやはりあの外国人、日本に来まして。えー まあ、そういった薬物の密売等々に手を染めるということが非常に多くなっておりますので、そういったものに着目した捜査ということで、これまで取り組んできたところでございます。であの薬物、どういった国から来るかということにつきましては、これはあのその時代その時代によりまして、あのいろいろとあの偏りがございます、最近では中国からの輸入というのは増えているということもありますので、こういういわゆる志田市国といわれる、 密輸元となっている国の情報といいますか、そういったものもこれから収集してまいる必要があるというふうに考えておりますし、また、税関との協力によりましてもです、ね、そういった国からの貨物について注意をしていただくということになるのかなというふうに考えております、はい、委員長宮沢隆人君。そ、まあ、それだけあの国のの分布がはっきりしてるならもうあのその 国のターゲッティングというのも大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、もう時間ないので、最後の質問なんですが、じゃあ、主に警察庁に対してなんですが、あのー、今後ですね、まあ、予算も含めて、どういうことを要望されたいのか、要するに検挙数を増やし、この薬をコントロールするという意味で、その辺で、最後にします、よろしくお願いします警察庁木下組織犯罪対策部長答弁にお願いいたします。 えと現在、危険ドラッグの取り締まりにあたりまして、物質の特定のための鑑定に一定の時間がかかりますことから、特に応収件数、多い場合には相互の時間を要する点が課題となっております。こういった状況を踏まえまして、鑑定に必要な資機材や鑑定用の標準品の整備といった体制の強化に努めてまいりたいと考えております。終わりりまますありがとうございました、はい 次に中島勝人君、委員長中島君、みんなの党の中島勝人です。本日は10分という短い時間ではございますが、私からもあの質問をさせていただきたいと思います。えー、本改正案、まあこれ与野党でまあ連携して。 まあ今日起訴されたということ、大変まあ意義深いものだと思います、私も提出者の一人でございますので、まあ、政府に対して私はえちょっとご質問をさせていただきたいと思うわけですが、まあ、この危険ドラッグ、当時は脱法ドラッグというふうに呼ばれておりました、まあ、以前からこの問題、大変大きなものだったとは思いますが、まあ、6月末、さっきの国会閉会直後、 に池袋での死傷事件が発生して、報道でも大きく取り立たされ、国民の関心も大変大きくなった、あその直後に、まあ、私もまれ、あ、わ閉会中でございました、えーまあ、今日、山野先生いなくなってしまいましたが、まあ、野党筆頭、えー、与党の筆頭の方にもです、ねまあ、ご協力をいただいて、8月4日には、 閉会中にもかかわらず、まあ集中審議が取り行われたと、まあその間、山野井先生やまあ伊坂先生はじめですね、現場に思いて、その状況に我々もこれは何とかしなければならないと、まあそういう強い思いを抱いたわけでございます。私も地元においてもですね、夜まあ盛り場といったらなんですが、そういうところで呼び込みをしている人に、まあこの件を聞いて、本当にこの 誰でも身近に手に入ってしまう、そのような状況なんだということを実感をしたところであります、そんな中で、集中審議の中でも、当時の田村大臣も、現行法で徹底的にやるんだという強い意思、その中で、店舗型に至っては3分の2まで減らすということまでなっているわけですが、その後も8月、9月、10月と、危険ドラッグにまつわる事件、事故は収まり、 気配を見せななないいとと、まあ、そのような現状なんだと思います、まあ、私、この危険ドラッグの特異性は、これ、よく言われておりますま、いたちごっこを繰り返した結果、売る方も使う方も、何者か全くわからない、どうなってしまうのか全くわからないモンスタードラッグと化してしまったこと、そしてもう一点は、覚醒剤やコカイン、大麻等に比較してですね、 非社会的勢力に関わらなくても、愛に手に入ってしまう、勉強が手につかない高校生が、身近な友人から、これすると勉強はかどるよと、身近な方々から誘われて、愛に手を出してしまうと、表面的に出てこない部分で、本当に浸透してしまっている可能性が否定できないということが、私はこの危険ドラッグ、 本当に大きな問題であって、今までかつてない参考に質疑の中でもございました、この日本においては、薬物乱用に関しては比較的安定した国であったにもかかわらず、この機会にです、ね、先進国に肩を並べてしまう可能性もあるということでございます。先ほど言ったそ、まあまあ、そもそも化学構造にに分析に時間がかかるという こととが根本にあると思います何度も他の委員からもご質問がございましたが、まあ、改めてですね、まあ、新規薬物の検出、同定の作業というの、まあ、これも一般的に時間がかかるなら、先ほども答弁いただきましたが、現在どこまで,です、ね、迅速化されているのか、その作業が本当にスムーズに行われているのか、まあ、そして新規なもので、まあ、今現在最短で,です、ね、どのくらいの期間で検出、同定できるのか。 また人員体制も含めて、まあ、予算はこれからというふうにおっしゃっておりましたが、不十分だとすれば、いつごろまでに十分な体制が取れるとお考えになっているのか、お尋ねいたしたいと思います神田医薬食品局長えと。現状の検査につきましては。あの 例えばそのカチノン系の物質ですとあの、ドーパミンを神経細胞と同じように細胞内に取り組む性質を持つ細胞を培養して、それを用いてその、カチノン系物質がドーパミンを神経細胞に取り組む作用をどの程度阻害するのかと、そういうことをまああの試験をする必要があると、まあ、例えばで申し,ますと今申し上げたようなことでございますけれども、細胞の培養に1週間程度、それから試験するものには10日程度。 試験後のデータ処理に1週間程度を要するというのが、まあ、今の実情でございますけれども、できるだけ早く指定できますように、物質の同定ですとか、物質の精神毒性の分析にかかる時間をできるだけ短縮できるように。 分析に関わる人員や機器を増強するための予算を要求しているところでございます、からこの場でもあの参考人の方からご紹介ありましたけれども、カンナビノイド系の受容体を持つ細胞を培養して、それにあのカンナビノイドの物質があの反応して光を発するというような方法についてもあの調査研究をしております。あの今回あの 取締に関する研究と推進という規定も盛り込まれましたので、こういった点についても調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております中島勝人君、えーまあ。そういうテクニカル的なこともあると思います、まあ、実際にき今日改正案が起訴されて、えー、ただ根本的な部分として、まあ、そのいたち国庫の原因となるその迅速鑑定も含めてですが、 動停作業、まあ、これがです、ね、まあ、これ、まあ、そこに関わる人員も含めて、まあ、予算は確保しても、人員が体制を整えられないということもあるわけです、まあ、やはりです、ね、これ、しっかりとタイムスケジュールも含めてです、ね、いつぐらいまでにこうできるんだという見込みは、えー、しっかりと示していただきたいなと、今現在でも思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。 清崎厚生労働大臣あの人員の体制につきましてはです、ね、えー、今、まあ、増員をすでに27年度に向けて出していますし、それから、まあ、この検査機器についても、お研究所のほまで、えーまあ、これを増やすということでやっているわけでありますが、まああの まあ今回、特に施行につきましても、この法律についてはです、ね、できるだけ早くということで、先ほどお話があったとおりでございまして、20日ということで、施行するということで、我々としては、今回の新たな法律で与えられた政策手段は、使い切ってです、ね、繰り返し取り締まりをしながら、できるだけ早く、二度とこういうことが起きない体制を作っていこうと。 いいうことでございます、まあ、具体的にいつまでということでは、少しあの今言うにはちょっと早,早すぎるかも分かりませんので、まあ、あのそういうことで今、体制は整えつつあるということでございますし、何よりも今回の法律がいろいろな新しい手段を与えてくれるということなので、厚生労働省としても、目いっぱい頑張っていかなきゃいけないというふうに思っております。中島克人君はい まあ、あの今回、改正案が起訴されたということで、まあ、これ、おそらく与党の皆さん、野党合わせてです、ね、やはりあの、まあ、悩むところは一緒だったと思うんです、ただ、その根本であります、まあ、その問題がです、ね、しっかりといつ頃までにということであれば、また時ま限的というと変なんですが、まあ、それまでの間、こうするんだということも逆算できるんじゃないかと。で まあ、改正案に関しては、まあ、先ほどからさまざまな議員がおっしゃっておりますが、まあ、どんなにいい法律を作ってもです、ね、やはりそこの実地体制が伴わなければ、動きやすい体制が整えられなければです、ね、まあ、意味をなさないということになってくると思います、先ほど言った、まあ、私は今回の危険ドラッグの問題は、今までに比べて特異性が非常に極めて高い現状だと思います。 今後です、ね、日本が薬物先進国に肩を並べるのか、並べないのか、大変重要な分岐点であることは間違いないと思います。時間10分しかないので、質問はこれで終わりますが、ぜひ今後ともです、ね、これ、与野党問わず、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました 次に高橋千鶴子君。はい委員長。高橋君。日本共産党の高橋千鶴子です、えー。私自身も野党共同提出に参加させていただき、議論を重ねてきた危険ドラッグ対策法案が。 与党との協議も整い、提案されたことについて、すべての関係者の皆さんに感謝申し上げたいと思います。もとより法律ができたからといって、直ちに危険ドラッグによる事故や犠牲がなくなるかといえば、簡単ではないと思います。しかし、危険ドラッグは絶対に許さないと、二度と三木さん、郁弥さんのような犠牲者を出さないという、強い立法府の意思を示していくことの意義は、本当に大きいのではないか、このように思っております。そこで 店舗に対する厳しい取り締まり効果もあって、えー、危険ドラッグ販売業者はむしろネットと訪問販売の世界に潜り込んでおり、これとの厳しい戦いが始まっていると思います。そこでまず、改正薬事法による一般用医薬品のネット販売解禁が今年 6, 6月12日から施行になりました。施行後、どのくらいの店舗とサイトがネット上に立ち上がり、そのうち違反行為にはどのようなものがあって、削除命令、 結果削除されたサイトがどのくらいあったのか、伺いたいと思います。神田薬食品局長。あの御指摘のインターネット販売に関する法改正については、今年の6月12日に施行しているところでございます。3ヶ月後の9月12日時点で、あの薬局や薬店の許可を取得している店舗のうち、118 1156店舗、1616サイトがインターネット販売を行うということで、届け出がされているところでございます。そのうち、勤務時間中の薬剤師の氏名などをそのサイトに表示するという義務がかかっておりますけれども、そういう表示がされていないとか、あるいは、用指導医薬品とか、一般用医薬品の解説等をサイトに掲示しなければならないというふうにされておりますが、まあ、そういった、あの 比較的、まあ、あの軽微な内容かとは思いますけれども、違反をしているものが278サイトを認められておりますので、これについては自治体と協力をしまして、販売業者に対して指導を行っているところでございます、それからその、併、えー、せましてあの、インターネットパトロールを実施いたしております、勃起不全薬ですとか、睡眠薬など、無承認薬品を販売しているサイト、 それから販売業の許可を得ずに承認を受けている医薬品を販売しているサイトにつきましては、インターネットパトロール事業を通じまして、レジストラに対して削除要請を行っておりますが、これまでのところ、78サイトについて削除されたという状況でございます、はい、高橋千鶴子君。はい、えーあの 1156店舗で、かつ1616サイトあの、これは結局、一つの店舗があのいくつもの視点を持っていて、視、ま、点、あ、といってもそのネット上の視点ですから、あの楽天視点とかアマゾン視点とかいうものがあって、一つのドラッグ会社が、まあ、多くて9つの視点を持っている、まあ、こういう状況だということであります。また78サイトがあの削除要請に応えてあの 削除要請と削除が実際の同じ数であったということがあったと思います、それで実際にはですね、そのサイトのパトロールっていうのはキーワード検索で入っていくわけですから、あの正規で売ってるところもいっぱい検索になるし、海外の膨大なサイトにアクセスする中でのこうした作業になるということで、大変厳しい。 中で、まあ、すですにこのたった3ヶ月でこれだけの,あのルール違反や、えー、除削除サイトの,よの削除があったという、まあ、そういう状況なわけですね、そうすると、まあ、昨年の今頃私、この問題いろいろ議論をいたしました、例えば偽装ロ,グロゴマークあの、ロゴマークで、ね、あのこの特定をするんだけれども、あのそれをあの、まあ 要するに視察に行ったときにね外国に行ったときに聞いてきた話なんですけれどそれをそっくりコピーをしてしまって偽装しているところもあるんだということがあったわけですけれども今、お話の中にあった78のうち4つは実はサイトそのものをコピーしているそういうことが実際の実例としてあったそうですですからお金を送っても物が来ないということで被害に遭った消費者から通報があって削除を。 要請したと、まあ、ですから、そういうことがすでに起こっているわけですね、そしてやく安売りセールで不必要にまとめ買いを誘うことになるんではないか、まあ、こういうこともいろいろ言ってきたわけなんですけれども、実際の感触として、まあ、た,たった3ヶ月だけれども、す、ま、で、あ、にこういういろんな問題が起きている、このことを大臣はどのように感じているんでしょうか、つまりま、そうは言ってもうまくチェックできてるよって思っているのか、まあ、そういうことも含めてね、あの感,想あの感想を伺いたいと思います。 塩崎厚生労働大臣今の局長から答えたように、この一般用の医薬品のインターネット販売について、新たなルールが施行して3ヶ月で、先生、今ご指摘のように、2割弱の販売サイトに表示すべき事項の不備など、比較的軽微な違反が見られたわけでありまして、私ども厚生労働省としても、自治体に対してその是正にかかる 指導を促す通知は、もうすでに出していることは先ほど申し上げたとおりでございます。でまあ、この無承認医薬品を販売しているサイトとか、あるいは販売業の許可を得ずに承認を受けている医薬品を販売しているサイトについても、先ほど申し上げたとおり、この自治体との連携、あるいはインターネットパトロール事業の活用によって監視を行って、サイトの削除を適切に、まあ 実施をするしつつあるわけでございますけれども、やはり、まあ、あの今、お話ありましたように、一般用の医薬品が適正に販売されなければならないということでありますので、そういう意味では、なお一層、ですねこれ、厚労省としても、国民の安全確保に努めるべく、この適正な対処をしていかなければならないというふうに思っているところでございます、はい、高橋千鶴子君。 いろいろ経過があった最高裁の判決とかいろいろ経過があった問題ではあるけれども99.8%の一般用薬品がまあ一気に解禁になったわけでありますまあそうした中でねやっぱり店舗と同じ体制を保つんだということでやって今言った警備なあのルール違反も確かにあるけれども警備ではない未承認薬品を売っていたりサイトそのままコピーしているということがすでに出てきているということは非常に注視するべきではないか。つまりあの 規制をどうしようかということについては、これから検討していく、ロゴマークの問題もね、これから検討していくっていう中で走り出してるわけなんですね、ですからそのことはしっかりと評価ができるように、分析ができるようにお願いをしたいと、大臣、よくお,、ね、お願いをしたいと思います、そこで,です、ね、問題となっている今の危険ドラッグのね、あの広告中止命令も入りました、削除もできるよう要請をして。 あのプロバイダーに要請をしてあの、賠償を訴えられてもね、それを可視化しないという点ではねあの、よく組み立てられましたで、問題は、この危険ドラッグのネット販売についても、同じスキームの中で、あの今お話をした一般用薬品のネット販売のね、同じスキームの中で監視をしていくことになると思うんです、ですからあの、わーっと監視対象が広がるし、キーワードは若干違うわけですよね、でどのように強化をしていくのか。 神田医薬職人局長確かに今回の法律案が成立いたしますと、検査命令、販売停止命令の対象となった危険ドラッグについては告示をすれば、全国的に販売や広告が禁止されるということになりますので、えー、店舗の有無にかかわらず、ネット上の販売サイトについて、その対象となった広告を違,反違法広告として、プロバイダー等に削除要請をし、 販売停止に追い込んでいくということができるようになります。ただあの今ご指摘の一般用医薬品のネット販売につきましてはあの。 インターネットパトロール事業ということで、民間の事業者に委託をいたしまして、違反等が見つかった場合には、都道府県にまず情報を提供いたしまして、都道府県で監視指導をしていただきます。それでもその改善が見られない場合には、厚生労働省からプロバイダーやレジストラーに削除要請を行っているということでございます。一方で、危険ドラッグのネット販売につきましては、インターネットパトロール事業については共通でございますけれども、厚生労働省本省、それからその 麻薬取締部、あるいは警察、それから警察の委託を受けて、ネット上の違法有害情報を取り締まっておりますインターネットホットラインセンターなどで幅広く情報収集、監視をしております、そういう意味ではインターネットパトロール部分については、確かに重複しているところがございますけれども、監視体制については一定の役割分担がございますので、今回、危険ドラッグのネット販売 対する管理体制の強化がされたからといって、一般用医薬品の監視体制が脆弱になることがないように留意しながら進めていきたいというふうに考えております、はい、高橋千鶴子君。はい あのまあ、別にそういうことを聞いてるわけではなくて、あの予算を4倍要求してますとかあの、しっかりおっしゃってくださればいいのではないかなと思っております、あのもちろん国内でもね、ヤフーなどの,あのインターネット会社による自主的ガイドラインもできておりますしあの、諸外国、例えばアメリカなどでは、レジストラと連携して、プロバイダーによる自主的削除をあの促す仕組みもあるということがあの議論されてきたと思います、やっぱりいずれにしたってね、約款を結ぶわけですから、そこのところでね、やっぱり指導する前に、 あの、どうしてこういうところのせるのかなっていうふうなことまで、あの、思いがいくような。あの、いろんな仕組みをこう考えていければいいなって、の、今後の課題にしたいと思います。終わります。以上で発言は終わりました。お諮りいたします。お手元に配布いたしております草案を。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の。 一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立、総員よってそのように決しました。なお,本,なお本法律案の 提出手続き等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案、既存の件について議事を進めます。本件につきましては、先般欄、来、各会派間において、 ご協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員閣議のお手元に配布いたしております。その基礎案の趣旨および内容について、委員長からご説明,説明申し上げます。現在ハンセンセ病 療養所対処者に対しては、その生活の安定等を図るため、対処者給与金が支給されています。しかし、対処者が亡くなられると、対処者給与金が打ち切られるため、残された配偶者等には、生活が困窮するものも少なくありません。本案は 対処者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、そのような配偶者等に対し、その生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、国はハンセン病療養所対処者給与金の支給を受けていた 対象者の死亡の当時、生計を共にしていた配偶者または一親等の存続のうち、対象者に扶養されていたことのあるものに対し、その生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとすること。第二に、特定配偶者等支援金は、ハンセン病療養所対象者給与金の支給を 受けていた対処者で、この法律の施行前に死亡したものの、死亡の当時、生計を共にしていた配偶者および一新等の存続にも支給するものとすること、なお、この法律は一部を除き、平成27年10月1日から施行することとしております以上が本起訴案の趣旨及び内容であります。 この際、本基礎案につきまして、衆議院規則第48条の2の規定により、内閣の意見を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣衆議院厚生労働委員長提出のハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はありません。 お諮りいたしますお手元に配布いたしております草案を、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立、総員よってそのように決しました。 なお、本法律案の提出手続き等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。